ファレル・ランシロ・ウィリアムスは、アメリカ合衆国バージニア州バージニアビーチ出身の男性音楽プロデューサー、歌手、MC、ファッションデザイナー。単に、ファレルとも呼ばれている。プロデュースチームのザ・ネプチューンズや、音楽グループ NERD のメンバーで、2006年、ソロデビューを果たした。1990年代末から現在に至るまで、 様々なアーティストの楽曲プロデュースやフィーチャリングコラボレーション、自身のソロ活動により数々のヒット曲を生み出しており、2014年時点でグラミー賞に24回ノミネート、うち7回受賞を果たしている。デビュー前にティンバランドと SBI を結成。ファレルは地元のスタジオに出入りしていたコロニュージャックスウィングの大御書テディ。 ライリーの目に留まり、プロデュースの色派を学んだ。1990年代に入ると、少年の頃から友人だったチャドヒューゴと共に、プロデューサーグループであるザ・ネプチューンズを結成する。1997年、ネプチューンズは、ノリのスーパーサグをプロデュースし、全米チャートビルボードホット100の36位に送り込んだ。 この曲の独特の音楽性はネプチューンズサウンドと呼ばれ二人は世界から注目を浴びるようになる。その後、ネプチューンズサウンドはヒップホップシーンを席巻、多くのヒット曲を生み出し1990年代末から2000年代初頭にかけてポップミュージックの世界を一変させる。2001年、ネプチューンズがプロデュースしたブリトニー・スピアーズの I'm a Slave for You が 世界各国で好調なセールスを記録し、ネプチューンズにとって初めての世界的ヒット曲となる。同年、ネプチューンズの二人に友人のシェルドン・ヘイリーを加えた音楽グループ NERD を結成し、ファーストアルバム、インサーチ・オブをリリースする。ファレル・ウィリアムス2002年、ネプチューンズがプロデュースした、ネリーのホット・イン・ヒア・フィーチャリング・ダニー・スティーブンソンが全米一位を記録する。 2003年、ザ・ネプチューンズ名義のアルバム、ザ・ネプチューンズ・プレゼント・クローンズをリリース、全米1位を記録する。2004年、ネプチューンズは、第46回グラミー賞で最優秀、プロデューサー賞と最優秀、ポップ・ボーカル・アルバム賞を受賞する。同年、NERD は、セカンドアルバム、フライオアダイをリリース。その後、バージンレコードと契約でもめ、 翌年事実上の活動停止となる。5月には、ネプチューンズがプロデュースしたグエン・ステファニーのホラバックガールが4週連続全米1位を記録する。12月には、ネプチューンズがプロデュース、ファレルがフィーチャードアーティストとして参加した、スヌープドックのドロップ・イット・ライク・イッツ・ホットが3週連続全米1位を記録する。NERD のライブ2005年、ソロ名義でシングル。 Can I Have It? Like That Featuring クロエン・ステファニーをリリース。2006年ソロアルバム In My Mind をリリースする。7月にはネプチューンズがプロデュースファレルがフィーチャードアーティストとして参加したデュダクリスのマネーメーカーが全米1位を記録する。2007年第49回グラミー賞で最優秀ラップ楽曲賞を受賞する。2008年 NERD として、サードアルバム、シーイングサウンズをリリース。2010年、イルミネーションエンターテインメントのアニメーション映画、怪盗グルーの月泥棒 3D のサウンドトラックを担当する。同年、NERD として、ホースアルバム、ナッシングをリリース。2013年、ボーカル、作曲、プロデュースで参加した、ロビンシックの、ブラードラインズ今夜は、 ヘイヘイヘイが12週連続全米1位を記録14カ国で1位になるなど世界的ヒット曲となる。また同じくボーカルとして参加したダフトパンクの楽曲 Get Lucky は32カ国でトップ10位入りを果たすなど世界規模のヒットを記録する。同年7月には前作 怪盗グルーの月泥棒 3D に続いてサウンドトラックを手掛けた映画怪盗グルーのミニオン機器一発が公開された12月コロンビアレコードと契約するコーチェラでのパフォーマンス2014年第56回グラミー賞では最優秀プロデューサー賞ほか計4部門で受賞を果たした3月8年ぶりとなるソロアルバムガールを発表するリードシングル ハッピーは10週連続全米1位、22カ国で1位を記録。人々が曲に合わせて踊る PV は2014年4月までに YouTube での再生回数が2億回を超え、世界各地で派生バージョンが作られるなど、ブームを巻き起こした。2015年、サマーソニック2015にヘッドライナーとして出演した。ありがとうございます。